いつも通りのことをやらせていただきます。あのね、グリスが入ってるのかわかんないですけど、やっぱりね、軽くなりました。うん。最初の引きだけでもね、やっぱここの中に、まあ、グリスを入れるっていう手もあると思うんですが、ね、うちはその、もうオイル入れちゃいます。はい、普通の潤滑剤ですよね。666を入れてますけど、マリン用のやつ。うん。だから、もちろん定期的に入れないと、あれですけど、ただ明らかにやっぱ軽くはなります。はい、軽くは。しかもこれね、今回のは、レリーズがもう調整使ってるんですよ。結構あの、こうだから、上げてある。で、レバーの位置がだから、レリーズの、だいたいこんな位置になると、だいたい初めからこんな感じ。調整の部分だけでね、要はね。それでもめちゃくちゃ重かったですから、握って、ね、最初の段階でね、握った時、うわ、重いね、これっていう感じでしたから、やっぱり、これはね、そうすると、やっぱりこのケーブルの中ですよね。ケーブルの中と、あと、まあ、レバーでも、これ、そんなね、そこまで変わんないような気がするんですけど、グリスの、ね、塗ってありますし、うん、そういうこう、一つ一つの部分で、うわ、すっげえ重いっていうことになってんのかなとかね、うん、そんなことをね、思いますよね。で、ね、これでどれぐらいの重さになったかなって感じです。軽い方がいいですよね、クラッチレバーはね。これでね、変わんないんじゃもう、まあそういうオートバイだねっていうことなんですけど、やっぱ軽くなっちゃったね。うん、はるかに軽くはなった。あとはちょっと遊びをね、少し殺してあげれば。遊びを作ってあげる。あ、そうそうそう。こういう感じですよ。ね、でね、あとケーブルの遊びをこう、上の部分作っちゃうと、ケーブルはこうね、変な風に張るんですよ。変な風に張る。だから、ガイドを一回緩む。止めてるところを、でもこれあれだよ。タイラップで止めてるだけだから、でも、ちょっと緩めてあげて、で、このケーブルの通し方を少し緩くね、無理がかからないように通してあげれば、だいぶ変わるね。変わるんですか？ああ、軽くなる。ね。もうね、手首が痛くなる。重すぎて。クラッチ切るのに。うわ、何これってぐらい重いんで。はい、いやー、いいですね。はい、で、まあ、関係ないあれなんですけど、昨日ね、千葉では週刊バイクなんとかっていうのがあるんですけど、ね、テレビもあれがあるんですが、でそこで、おっとっとっと、うん、なんかワックスの会社が昔からあるね、カルナバ使ってるワックスの会社が最近はなんかいろんなの出してる、まあ昔からまあ出してたと思うんですけど、いろんなの出してね、でそこで、バイク用ってわけでもないのかもしれないけど、でもまあバイク用とかなんですかね。で、こうね、スプレーしてね。で、こう軽く吹き上げる。そうすると、ツヤが出る。しかも、高熱になるとこも使える。だからエンジンとかマフラーとかも使えるっていう。液パイはさすがにダメでしょうけど、使えるっていうね。そう。で、木村さんって言いましたっけ？女性の方ね。の方が、各お店に行って、いかがですかって言って、こう、これなんとかなんで使えるんですよ。やってみてくださいみたいな。そういうなんかコーナーがあるんですよね。はい。で、そこに、この間の水曜日なんですけど、放送部で、ね、ライダーズショップ、尾身川さんですよ。ライダーズショップ、尾身川さん出てましたよ。もうライダーズショップ、尾身川さんですって出た瞬間に、おもしかして、何寺さん出るのかなと思ったら、何寺さんは出なかった。私、同期で、そこで、テクニカルスクールでね、社長が、はい、
社長がお出になってました、ね。で、そう。で、一回、あちらに行った時にね、ちょっと、あそこはね、でも、大昔からトラックの運転手とかやってる時から目の前通ってたんで、道路沿いじゃないですか。ちょうどこう、クランクみたいにね、直角コーナー、直角でこう、こういうとこなんですよ。こっちが千葉の方から、成田の方から長州方面行くとこうなって直角に曲がるところの角にあるんですよ。わかりやすいんですけど、はい。だからバイク、見ながら、ああ、バイク屋さんだーと思ってずっとね、見たことあるんですけど、まさかね、知り合いになると思わなかったですよね。はい、でそこで社長とだから二人で働いていらっしゃるんですけど、まあ、メカニックやられてる方がね。で、2級の講習に来られてたんで、はい。で、まあちょっとね、お知り合いになったんで、で、なかなかね、いい方なんですよ。なかなかでいい方なんですよ。気さくのね、はい。で、向こうの方に配達行くことがあったんで、朝はね、朝は夜、もうちょっと寄ってる間じゃないと思って、で、会議を寄らせていただいてね、で、社長とね、はい、あとどうしたんですかつって、喜んでくれて嬉しいですよね。はい。まあ、よく、あんまり言わない方がいいですけど、もしこっちの方に来ることだ、来てくださいよ、なんて言って、下手に行くとね、ほら、社交辞令じゃないですけど。ね、社交辞令でね、って言うとまずいじゃないですか。ね。でもほら、そういうわけじゃないですよ。別に来てくださいなんて言われてないんですけど、で近く通ったから、ね、寄った方がいいなって言ったら、ああっつって。ちょっとね。そう。まさか、お、出てると思って。ちらっと出てこないかな。横から。ね。裏の方でね。私だったらやっちゃいそうですね。どうなってる？ああいうのいいですよね。マジっすかっつって。使ってみてください。はい。マジっすか、すごい強っすねあの、自然でいいです。そんな、普通にしてくださいって言われちゃうんですよね。はい、まあ、うちに来ることはないと思いますけどね。そういう店じゃないんでね。で、ああいう、要は、お店、そう、置いてね、やってるところだと思うんですけど。うん、絵にならないんでね。それが嫌ですよね、ここね。なんてね。はい。さあ、そんな感じでですね。お金払うのかな、払わされるのかな、嫌だな。まあ、ね、わかんないです。どういう仕組みなのかわかんないですけど。はい、あと、フロントブレーキね。フロントブレーキもちょっとやりますが。わかります？戻り方がね、ちょっとソフトなんですよ、ね。気持ちソフト。ソフトだから、まあ、いいっちゃいいんだけど、もう少し重いな。十分軽くなったけど、それでも気持ち重いかな。気持ち重いってのはもう、そういうもんだからどうすることもできない重さですね。でも乗ってればもしかしたらもう少し馴染んでくるかもしれないね。いや、重いな。ちょっと嬉しくなっちゃった。おっ、社長出てる。社長一回しかお会いしてもないんで、その時一回お会いしただけなんですけど、いい方なんですよ。やっぱりね、人柄出ますよね。ちょっとね、お会いして話されても分かるじゃないですかね。気をつけないと私もね、なんか、あれだなって。やっぱりこう、全然知らない人とか来ると、やっぱちょっとね、警戒しちゃうんですよ。ね、警戒しますよ。ね。ということで、はい。あとブレーキもやんなきゃ、ブレーキ。早くやんないと。いや、もうまずいじゃん、まずいじゃん。こんなことをね、喋ってる時間が、喋らせないでくださいよ。なんかね、なんか嬉しいな。また行くことがあったら寄ろう。あっちに行くことがあったら寄ろう、うん。怒られるかな。なんか持ってった方がいいな。何の口利きとかないから何持ってっても大丈夫ですよね。何の口利きもないです。でね、ほら、川崎のお店ずっとやられてたんですけど、結局ほら、ねえ、残念って言うと変ですけど、あれ、なんとか構想ね、あれだから、広場店にならないとね、扱え、何 cc 以上扱えないとかね、それあるじゃないですか、ね。なんかそういうの、残念ですよね。ずっとね、やってね。国産、国内メーカー、全メーカー、販売してます。おっしゃってました。いいですよね。
あの辺はバイク屋さんどうなんですかね。あの辺とか大きいですよね。でも川渡ると反対側にね、あの茨城の方になんか大きいあの川崎のお店があるらしいんですけど、二人でやってるんですよ。あとどうするんですかね。そういうお店いっぱいあるんですよ。あと次はどうするんですか。宮城県の大崎市ね。ああそうか、あそこの社長もでもな、あの奥さんすごいな、商売系あったな。まあ、いいんですけど。 でそこにね、あの働いてる若いお兄さんがいるんですけど、20代のね、彼もほら、あの社長とね、社長夫妻とその彼で働いてる、彼でやってるんですけど、ね、息子さんはやる気ないみたいなんでね、ちょっといずれは社長か。いいな、もう箱物ができてるんでね、バイク屋やるのいいや、こんないいことないな、ずっと回してましていいな思っちゃうんですけどね、はい、うちみたいに何にもないとこから始めるとね大変なんで、やっぱりね、でもほら来てるお客さんも分かるじゃないですか、ずっとねいるからね、一緒にね、うん、いいですね、スムーズにこう継げる。勝手に継ぐこと想定しちゃってるけどダメだな、うん、ということは、あ、ライターズショップ三輪さんはどうするんだろうな、ね、いいですね。人のあれをいろいろそういうことで、うちはもうね、あ、まだなんかあれだよ、普通はうちも誰もいねえなって言うんじゃなくて、何気にどっか他のとこ狙ってるみたいなね、あ、ここつくかみたいなね、そう、まだ野心あるんですよ私ね、そんなこといやないですからね、冗談で話してる、うちはここがいい、ここでやるのがいい、まあ、場所はいいんですけど、お店の名前変わっちゃうとまずいから、うん、やっぱりね、このまま普通にやりたいですよね、うん、何がいいか、でも箱物があるといいですよね、だってホンダとホンダ、ヤマハ、スズキ、何でしたっけ、川崎ね、いいですよね、みんな。よくない、うん、ね、しがらみだらけでよくないですよね、ね、だってなんで買わなきゃいけないとかね、売らなきゃいけないとかね、いや、なんだとかね、うん、そういうのは私はあんまり好きじゃないんで、だからあれです、うちもね、なんだっけ、売ったの、売らないのね、何台買わなきゃいけないとか、やばい、もう来た、10時前なんだけど、まだ10時前ですよ、10時って約束だったんで、いつも来ないんだけどな、そうなると怒られる。いつも約束の時間に来ないんだけどな、おかしいじゃないですかね、こうです、スカスカになる、ということでちょっとね、外が騒がしくなってきているみたいなんで、私はこれで今回はここまでとさせていただきたい、そろそろサッシが開いて、おはようございます、俺約束のつってなりますからね、とりあえずということで、一旦お開きです。